今日は疲れるぞ。やばいぞ。まったりやろうね。トシアン、おはよう。ワドツー。おはよう、ボン。ゴール花火期待しようぜ。そうだね。ゴールは俺の家の前でいっか。いやー、寝ない。まあでもぐっすりね、寝たからね。26時間寝たから。睡眠は問題ないと思うんだよ。歩ききる。あとは体力だよな。足腰が持つかどうかだよな。あとまあ、ステッカー買ってくれる人もいるって言ったかな。買うっつうか、支援してくれる人っていう。ステッカー持ってかないと。頑張ります。頑張ります。リアトツステッカー収入。おーね、頑張るよ。トイレ行ってくんね。はい、ゼロさんはどっち？やりたくないよ、のんちゃん。あいつらひどいんだよ。歩かせるんだよ、俺のこと。いじめるんだ。リスナーが俺のこといじめる。なあ、どれくらいでできるかな。そう、できるかできないかじゃない、やるかやらないかだよ。おはよう、ロータス。熱中症今日大丈夫。25度だって、最高気温。大丈夫そう。乾燥？あやりんいらっしゃい。いけるかな？気力の問題だからな、本当に。機材の確認お願いします。後で故障したら。ねえ。ワド君中心にいろんな配信者。ああ、連休のね、醍醐味だよね。ぜひぜひ楽しんでってください。そうだね。聖剣好き1万回配信、捨て頃。山手線。真冬の海に江ノ島。雪が積もったら裸でペンギン。ヘッドスライディングやったでしょ。うん、あやりんよろしく。参ったな。北海道ね、綺麗な女の人いっぱいいっかんな。参っちゃうね。北海道の女なんで美人多いんだろう。沖縄と北海道美人多い。俺アイヌ系の顔が好きなのかな。アイヌ系美人が好きなの。濃い顔が好きなんだろうね。肌白いし。おはよう、なおさん。おはよう。今日は企画です。高尾って駅沿い歩けないって言ってたよね、のんちゃん。どうすればいいの？甲州街道まっすぐ。甲州街道って何？
何線？駅とかじゃないの。駅とかじゃないの。え、それリスナー大丈夫なのかな。リスナーさん、甲州街道まっすぐでもいいの？車だったらバスできる。でしょ？リスナーさんのリア凸考えると駅沿い歩いていかないとダメだよね、俺。あ、そっか。遠回りだよ、だから。うん。駅沿いの細い線路沿いを歩いていくしかないんだよ、多分俺。京王線沿いになるの？甲州街道がよくわかんねえな。でも中央線のさ、主要駅やっぱリア凸集まると思うから、だからぐちゃぐちゃに歩くわ。ハードモード行きます。リスナーさん喜んでいいですよ。ハードモードで行きますよ。線路沿い歩きます。あー、カカありがとう。午後から30度か。まあまあ死にはしないでしょ。函館か。じゃあ縄文系の人種が好きなんだよ俺。線路沿いのハードモード選ぶわ。おはようニコ。バカ10個ありがとう。あ、風船10個ありがとう。ハードモードに選択しよう。あー、めんどくせえ。マジめんどくせえ。めんどくせえ。お船たす、おはよう。あー、バカがいるわ。セックス配信やってるバカがいるわ。あー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 、セックス配信やってるバカがいるよ。バンだろこれ。あ、もうバンか。無修正でセックス配信やっちゃってるよ。アホが、夏はアホ出るな。あ、バンです。アホだねこいつ。無修正でセックス配信やってるバカがいたよ。速攻バン。いや、もうバン、一瞬でバン、うん、あー、そうそう、キューちゃん、そうそう、今話してたそれ。バカだね。 A 版だろうね。てか女もよく出すよな。いや、たまに出るんだよね、無修正でパコパコしちゃうバカが。がっつり映ってたよ、がっつり見ちゃった。がっつりだよね。いや、俺はほら、あの、常にふわっちの2ウィンドウで、あの、自分が今何位なのか確認してるから、あの、すぐ見つかるんだよね、バカがいると。みんな携帯で見てるからさ、一つの画面しか見えないじゃん。俺は常にチェックしてるから、今何位なんだろうって。おすすめ何位か、閲覧130で速攻バンだね。もうバン、もう映ってない。がっつり無修正で騎乗位をしてたね、アホだから。捕まるぞそろそろ。捕まるぞ。逮捕者出てもおかしくないよ。そう思わない？FC2 でやればいいのにな。それこそなんでなんだろうね。夏だから。夏だからか。夏だとパコパコしたくなるのかね。何の意味があるんだろう。そう、男がお尻出してるだけのサムネかなと思って、釣り配信かなと思ったらがっつりだったね。がっつり対面、あれはなんだ、騎乗位のバックのやつなんて言うんだっけ。対面材は対面材だもんな。騎乗位のバックだね。でも丸だし、もろ見え。ねえ、FC2 でやればいいじゃんな。アホだよね。
ツイッターで送りますか。あ、いい、送らなくていいよ。いらないよ。何、録画したの俺が欲しいと思う。そんな困ってないから。和道さんも毎日見てるんでしょう。いや、毎日は AV は毎日は見ないかな。1.5 日に1回ぐらいかな。そろそろ準備すっか。のんちゃん準備できてる？できてない。できてない。あと何分ぐらいかかる？ゆっくりでいいよ。着替えなきゃいけない。着替えなきゃいけない。じゃあ着替えて。バン食らってたでしょ。配信ブツって切れたから。いや、それは今日は早かったね。バンになんの運営が多分張ってたんだろうね。バカだよね。本当にバカだよね。なんだろうね、見られたら興奮するのかな。そういう性癖なのかな。心理がよくわかんないけど。どれくらいでクリアできんだろう。やだな、膝壊したくないな。またあー、なんか知らなそう。知らないかもね。勝手につけたのかもね、男が。いや、犯罪だからね。あの山手線一周の時はもうバイオハザードみたいになってたね。見てみる。山手線一周の時どんな感じだったか見てみる。振り返ってみようか。山手線一周。ちょっと見てみましょうか。待ってね。こんな感じだったね。あれ、カメラこっち？声ガラガラだね。あれ、カメラ起動してねえな。どうした？懐かしいな。あれ、カメラ断線した？なんか声がおかしい。カメラが断線したっぽい。余裕だから。ほら。いけいけ、進め進め進め。ビッコ引いてるぞ。よし、いいぞ。いいぞ。よし、ボロボロだから。よし、いいぞ。よしよし、ゆっくりゆっくり。もうね、確実に激痛走ってね、声かけてないと頭おかしくなってたからね。よし、見えてるよ。あと 100m、 あと 100m。 よしよし、あと 100m、 あと 100m。 喫煙所だね。タバコ吸って始めたから。もうあと 100m。 顔ぐちゃぐちゃじゃん。顔がおかしいね。いける、いけるよ。そうそう、鳥人間コンテストみたいになったから。よし、いける。ほんときつかったよ。あと50、あと50、あと50。これが1月の8だね。よしよしよし、西口喫煙所もう少し。よし、行け。よし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 、頑張れ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 。よく歩いた、よく歩いた、よく歩いた。よしよしよし、まだ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 休むな、まだ休むな。ムツゴロウさんみたいな。よし、行こう、頑張れ。よし、うん、よしよし、行け。よし、ほら余裕だ。ほら見ろ、ほら帰ってこれだ。もう超痛かったんだよ。よしよしよし、行ける行ける
ああ、いける。足が痛いのも。ああ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、気合いだ、気合い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 。よし。よし、あと。あと10メーター。よし。よし。人間歩かされるとこうなるからね。よし。よし。いや、痛かったよ。よし、よし、よし、よし。よし。よし。うん、やってらんなくなるね。よし。着いた。よし。達成到着です。よし、うん、タバコ吸おう。飲んだん来るまでタバコ吸おう。これがゴールの瞬間ね。よし、やったぞ、うん、よしよし。ただいま。これすごかったよね、のんちゃんね。あの家に上がれなかったんだよね、俺。よし、あのボロボロでのんちゃんが家に車で送ってくれるんだけど、あの家に上がれないの。家に着くまでも大変なの。駐車場から家まで歩けないの。はい、ありがとうございます。よし、駐車場から家まで歩けない。飲んだら持ってくんね、これ悪いんだけど。いや、やらないか自由っすよ。やるかやらないか自由っすよね。え、指名しないとね、やっぱりね。やるかやらないか自由だけど、指名しようか。懐かしいな、こんな感じでした前回は。前回は、こんな感じでした。あの死に物狂いでした本当に。あの革靴で歩いちゃってね。え、しかも寒かったんだ。そう、手がずっとかじかんでて感覚がないの。片方ポケットに突っ込んでたんだ、真冬だから。もうガタガタ震えながら、もう寒い、痛い、疲れた。でもこんなんなりながらこうやって歩いて、うん、また来てね。そうだそうだ、思い出した、真冬だ、超きつかったよ。ガチャガチャ震えてたもんね、うん、ガチャガチャ震えながらやってたよ。きつかったな。それをまた今日やるのか。今度は真夏バージョンか。やだな、やだな。しかも前回荷物持ってなかったよね俺。ねえ、のんちゃんが車で運んでくれてたから荷物手ぶらだったわ。あー絶対きつい、今回の方が。今回の方がきついよ。12時間で終わったとしても朝3時8時ぐらいに終わんのか。夜だなこれ終わんの。夜中だな多分。早めに終わらそう。俺たちの神会。いや俺がね、思いつきでやっちゃうのが良くないんだよね毎回。毎回ね、あ、じゃあ今からやっかっていうノリでやるんだよ。な、準備すんの本当苦手なのね俺。準備するの本当に苦手で。やりますか。きついな。どれくらいかかんだろう今回。前スタンプもあったからね。え、スタンプは 何でやったんだっけ。スタンプを回収してたんだっけ俺。そう、駅に行って。今回もやる。それ大変、駅に登ったりしてたじゃん。そうだそうだそうだ、思い出した。品川駅とか普通に、そうだそう、山手線のスタンプを全部打ってたの。うわー思い出したわ。そうで、登ったり下ったりでも足ぶっ壊れていくんだよ。そうだ、靴がね、革靴は絶対ダメ。今回スニーカー履いてくからまだ大丈夫だと思うよ。スタンプ入れる？スタンプ。そうだ思い出した、のんちゃんありがとう。で夜中閉まってスタンプ押せなくなったんだよね最後の方。
そうだわ、思い出したわ。スタンプの場所を探すのが大変。大変だったんだよね。それで時間ロスしていくんだよね。塩飴と冷凍カルピスか。なるほど。スタンプやる？今回。スタンプラリー入れる？リスナーさん的にはどうする？スタンプ必要？スタンプいるか？駅に着いたらそれでよくね。スタンプ必要か？スタンプ必要か？倍かかるか。倍かかるよ、本当に。やる一択なの？分かった。中央線の、じゃあ JR 中央線ね。スタンプ行くか、じゃあ。うん、いいよ、じゃあスタンプ入れるよ。やる意味が分かんないけどね。やる意味が分かんないけど。やりますか、じゃあ。登らない登らない登らない絶対登らないな。電波がないんだって高尾さんは。意味はない、でもやるんだよ。あー、いいね、さすが和道リスナーだね。でもやるんだよの精神ね。やりましょう、やりましょう。のんちゃん準備できた？できた。じゃあ用意するわ。あー、やりたくない。やりたくない。あー、やりたくない。あー、やりたくない。準備するね。ちょっとやりたくないよ、マジか。やりたくないよ。捨て頃の衣装でやる？いいよ。いいよ。捨て頃の衣装がいい？いいよ。ただ暑いよあれ。捨て頃の衣装。どっちがいい？捨て頃の衣装全然構わんけど。ね、これ乾いてんの？うん、あ、捨て頃の衣装って洗ってあんの？洗ってある。目立つよ。ハムスーツで行く？楽な格好はこの普段着がいいけど、俺は普段着がいい。やりたくねえ。捨て頃の衣装。なんで捨て頃の衣装なんだよっていう。あー、やりたくねえマジで。ステッカー用紙。ハーフパンツ持ってないんだよな。いや、めんどくせえ。のんちゃんゴールで迎えに来てよ。ここじゃ。あ、いやだから家にいてよ。動けないの確定だから。身の回りの整理やって。もうマッサージ係。寝てていいから。やりたくねえな。のんちゃんやんないよ。のんちゃんはあの筋肉の病気なんだよね。歩けないんだよね。タオル、ハンドタオルある？あ、重てえ。重てえな。小銭用意しとこうか。いくら持ってけばいいかな。2000円ぐらいでいいかな。
2000円ぐらいでいいかな。お小遣い2000円。2500円にしようか。今回のお小遣い2500円でいきます。ハンドタオル、ハンドタオルで、お小遣い。途中でお腹空いちゃった。いや、もう食う余裕ない。疲れて。水分補給一択だから。ブドウ糖取らないと低血糖になっちゃう。いいや、なんか途中で食うよ。おにぎり。ハムスーツ？あ、じゃあアンケート、普段着か、普段着かハムスーツか書いてください。え、ハムスーツ嫌なんだけど、なんでハムスーツなの？飲み物代足りるよ。前回1000円でやったんだよ。前回1000円だったよね。懐中電灯いらない、重たい。これこいつが邪魔。なんでこんなの入ってんだよな。いらない、いらない。え、ハムスーツ？やめよう。脱水症状起こるって。本当にあれ、汗やばいんだって。いやいやいや、お前ら分かってねえって。バカ、こいつらマジで分かってねえ、本当に。あ、ちょっと冗談抜きで、マジで言ってんの？マジで言ってんの？うーわ、最悪こいつら。じゃあいいよ、着るわ。上半身だけでいい？あの、下半身荷物持つから上半身だけでいい？マジで言ってんの？バカだろこいつら、頭おかしいわ。マジで言ってんの？ハムスーツ取って。あ、上半身だけでいい？いや、下半身はだからこのポーチとかリスナーさんのリアドツのやつができなくなるよ。アホだわこいつら、本当にアホすぎる。上半身だけでいいでしょ、本気で言ってんの？いや、下半身はあのあれなんだって、荷物が持てなくなるんだって。てかこれクソ暑いんだけど、これ冬用のインナーだよ。あ、マジでこいつらアホだわ、本当にアホすぎる。アホだよ、アホ。一言だと思って。暑いってねえ、暑いって、これ暑いって、マジで、マジでこれやめよう、これやめよう。暑い、長袖でボディースーツは。アホすぎるこいつら、マジで、マジで言ってんの？下も取って。こいつらほんとバカだわ、ほんとバカ、こいつらほんとにバカ。はい、全身でーす。バカだよ、バカ、バカすぎるわ、ほんとに。本気で言ってんの？バカすぎるわ。いや、マジかよ。いや、これほんときついって。ちょっと本気できついって、これ。あれは？え、それも履くの？それも履くの？え、なんで俺戦う、なんでボクサーパンツ履くの？なんで？もっこりしてるから。いや、もっこりする用のスーツでしょこれ。なんで俺こんな格好で歩くんだよ。あー、もうやりたくねえ、もうほんとバカばっかりだよ、ほんと。これでいいじゃん。これじゃダメ？パンツも履くの？
いや、なんで俺これで履く、これも履くの。あ、アホすぎるっしょ。これで行くの、この格好で俺徘徊すんの。ちょっと待ってよ、マジで言ってんのねえ。これで街徘徊しろっつーの、俺にねえ。これで街を徘徊しろっつってんの。いや、プーじゃなくてフォローありがとう。マジで言ってんのお前ら。これあれだよ、あのネテロ会長の心 T シャツ張りに、あの本気の勝負服なんだけど、これで行くの、これで行くの俺。え、黒いパンツはいらない？黒いパンツいらない？これで行くの？俺これで歩くの？のんちゃんいらないってこれ。俺これで歩くの？ねえ。お前ら。ちょ、just a moment, please. Wait.こういうことねえ。これにパソコン持ってこうやって歩くの俺、こうやってねえ、俺これで徘徊すんの、マジで言ってんの。完全に不審者でしょ。これで歩けっつうの、これで。何者だよ、これで行くの。ちょ、もうそういうの若手にやらせようよ。若手に、アキラッパとかさ、若手の配信者にやらせろよ。なんで俺がそん、もう、俺もうそこそこ大手じゃん。ねえ。ねえ。本気で言ってる？本気で言ってる？いや、普段着でやろうよ。普段着でやろう。普段着でやろうよ。じゃあ分かった。じゃあ俺これで歩くから、前祝い花火くれ。前祝いで花火10発上がったらやるわ。じゃあ、前祝いくれ。前祝い。お前らの言う通りにやるよ。上下これでやるよ。普段着じゃなくて。で、スタンプラリーもやるよ。前祝いくれ。前祝い。頼む。気が乗らない。絶対警察来るもん。絶対警察来るもん。やるから。やるから花火くれ。はい、花火ありがとう。あと9発。いや、マジかよ。いや、そう、お前だって、お前らだってリスク取れよ。お前らだってリスク取れよ。これ警察来るだろう。うん。おはよう、舞ちゃん。しかも腹出たな、俺。腹出たな。いや、警察来たってね、何が悪いんだって突っぱねるけどね、服着てんだろって。パンパンだね。え？パンパンだよ、本当に。あー、きつ。いや、不審者だよ。正拳突きしながら歩くの。めちゃめちゃでしょ、もう。警察来たら美味しくねえわ。ああ。目立つな。目立つな。ほとばしる自己主張。あいつ、すげえ目立ちたがり屋だなって思われるんだろうな。夏だなって。夏だねーって。あんた最高？いや、もう勘弁してよ、マジで。ブリーフ履いたら余計不審者だろ。
ジかよ、きついな。革靴履かねえよ革靴履かねえよ。全身赤い人が高尾から新宿まで歩いたらヤフーニュースに載るかも。ヤフーニュースを舐めすぎ、うん、ねえマジで言ってんの、うん、いやもう暑いんだって、もうこれだけで汗が出てくるんだってなんで歩いてないのに汗かいてんだよ俺。めちゃくちゃ暑いんだよこれ。防寒具なんだからそもそも、うん、きついって。うちは持ってくっつうか、パソコン手に抱えて やるタイプだから俺は、あの片手塞がっちゃうから無理。紫外線からはなんかまあ守られそうだよね。紫外線は、紫外線対策はバッチリだな確かに。じゃあどうしよう。めんどくせえなマジで。でバカばっかりなんだろこうやって。お前ら頭おかしいよ本当に、本当に頭おかしいよ。どうしようかな。いやーマジでやだ、本当に気がめいる。あーやりたくねー、あーマジでやりたくない。どうしようかな。でもやるんだよお前らさ、でもやるんだよの使い方、お前らが言うんじゃなくて俺が言うからかっこいいの。お前らやらないじゃん。やる人が言うからこのセリフってかっこいいんだよ。お前らが使うセリフじゃないんだよ。お前らはデモ見るんだよ。めんどくせえマジで。なんでハードモードにすんの。どんどん乾燥後花火めっちゃ上がるよ毎回。やっぱリスナーさんは答えてくれるよ。行くかじゃあ。太ったな、ブヨンブヨンだよ。めちゃめちゃ太った。じゃあ準備 OK だったら手挙げてください皆さん。最後まで見るっていう人手挙げて、最後まで見るよっていう人手挙げて、俺この枠最後まで見るわって。最後まで見る人手挙げ、見ない人、感想だけ見る人は手下げ、これは追っかけるわっていう人手挙げね。あ、結構見るんだ。じゃあやらないとな。ああめんどくせえ。夏だね。休みだから見る。いや、相当時間かかるぞ。お金はどうしようかな。体重は測れない。体重計持ってない。のんちゃんちに体重計あるけどね。お金これだけ持ってくか。あーやりたくねえなーマジで。のんちゃん本当に来てくれる？鍵持ってかなくていい？絶対来てよ、うん、鍵持ってかないよ。じゃあ手ぶらで行くよ俺、うん、最後まで見る勘弁してやるじゃねえよ。なんで上から目線なんだよ。じゃあみんなフォローしてね、うん、じゃあ行くか。のんちゃん準備 OK？ はい。じゃあ皆さん行きます。ぜひ見に来てください。お疲れ様。お疲れっす。次は高岡な。違う、車で移動配信。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねんもう